はい、ということで皆さんこんにちは、パクセレンでございますけれども、本日やってきておりますのはこちらですね。茨城県の関東鉄道常総線取手駅です。上野から常磐線の快速電車に乗って40分ほどで到達できるこの取手駅から乗り換え、ここから茨城県を北上し下館というところまでを結んでいます。運賃は終点の下館まで1540円、初乗り運賃は150円ということで、まあそこまで高くはありませんが、そこから先は160円、180円、230円、260円と一駅進むことに少しずつ運賃が高くなっています。まあ JR の運賃の大体2倍ぐらいですかね。まあいわゆる高額鉄道と呼ばれている鉄道会社なんですが、今回ご紹介しますのはこの関東鉄道の化け物列車です。常総線では基本的に普通列車ばかりが運転されているんですが、1日にごくわずかな本数快速列車というのも運転されています。これが途中つくばエクスプレスと連絡する守谷までを各駅に停車するんですが、そこから先一気に化けます。守谷から先終点下館までの途中停車駅は三つ街道石に下と書いて石毛下妻終点の下館、たったこれだけしかありません。途中の守谷まではこの快速も需要が大きいということで各駅停車なんですが、そこから先の化け物っぷりを今回は皆さんにとくとご覧いただきたいと思います。本日もよろしくお願いいたします。さあ、ホームに降りてきました。こちらですね。この常総線の取手駅のホームは JR から連番で7番線と8番線が与えられているんですが、この午前1号車、これが今回皆さんにご紹介します快速下館行きワンマン列車です。この前面の貫通扉の上のところに快速と下館、これがちょっと LED 切れちゃってるんですけど、交互に表示されるようになっております。3つドアですね。乗務室後ろの扉は片開きになっているんですが、真ん中のドアは両開きになっているちょっと面白いタイプの車両です。この5001号車、キハ5000系という関東鉄道がオリジナルで発注した車両の中の、まあ、トップナンバーですね。隣には上野からやってきた常磐線の E231 系快速電車が停車をしているんですが、こちらは15両編成です。1両あたりの長さが 20m ですから、かける15で全長 300m、旅客定員数日本一を誇る快速電車のすぐ隣のホームから、1両編成のこじんまりとした可愛らしいディーゼルカーの快速列車が出発をする、なんともこのギャップが面白いわけですね。15両編成の電車から2両編成に連絡とか、そういうのは割といろいろなところで見られますけれども、まあ割とじゃないね、首都圏の他のところでもね、神津とか熱海とかでありますが、15両から1両ですからね、両数差15倍。快速下館駅と書いてありますが、停車駅のご案内を見ると下の青いラインが普通列車、そして上の赤いラインが快速列車です。それでは出発して、ずっと守谷までは各駅に停車をしていくんですが、そこから2駅飛ばして三つ街道、4駅飛ばして石毛、また2駅飛ばして、下妻、最終的にまた4駅飛ばして下館ということで、この速さってなかなかすごいですよ。こういう風に優等列車を運転している第三セクターや中小施設は少なくありませんが、ここまでの飛ばしようはなかなかすごいです。さあ、時刻は11時50分になりまして、関東鉄道常総線の快速下館行きは時刻通りこの取手の駅を出発してきます。以前この関東鉄道常総線の快速列車については下館発守谷駅でご紹介させていただきました。その時はね、9000回ぐらい再生されたのかな。もううちのチャンネルでも10本の指に入るぐらい、動画がかなり再生されているものになっているんですけれども、今回はその逆区間ですね、取手からどんどん北上して下館まで至る、この様子を皆さんにご紹介しようと思います。ここで取手駅を出発し、常磐線が土浦水戸方面大きく右カーブを描いていくのに対し、こちら常総線は大きな左カーブを描いて取手駅から離れていきます。この常総線、なかなか驚くべきことにこういう風にこれ伏線非電化という他の路線ではなかなか見られないような形態になっているんですよね。まあ、単線非電化とかね、伏線電化っていうのは結構いろいろなところで見かけるんですけれども、伏線非電化というのはうちのチャンネルで過去ご紹介したやつだと、あれかな、愛知県の東海交通事業城北線、あれで一度皆さんにご紹介したことがあったかと思いますが、本当にそれぐらいですからね。城北線とそれからこの常総線の特に需要が大きい取手から守谷を経由して三つ街道までの間、この区間が常総線は伏線区間になっていて、途中で反対方面からの列車の交換をせずにお互いが走行中にすれ違うことができるような構造になっています。列車が1時間に1本とかそれぐらいしか走行していない常北線と違って、この常総線は結構市街地を走行していって需要も大きいので、この辺りの伏線は比較的特に朝のラッシュ時間帯なんかにはよく仕事をしているのかなと思います。また正面に一つ駅が見えてきましたが、こちらがこの列車にとっての最初の途中停車駅、西取手です。この辺りはまだ取手市内の比較的人口が多く、それなりに需要も多い区間ということで、この快速列車も各駅停車。
この西鳥デイリーも、今日は土曜日の昼間の時間帯にこの動画撮影しているんですが、週末ということでそんなにお客さんも多くはいませんが、ただ朝のラッシュ時間帯などにはここから上層線に乗って砦や守谷に行って、そこからさらに都心方面へ乗り換えて通勤通学をするという、そういうお客さんも数多くいらっしゃいます。こういうところはね、大体ホーム上というか線路の上を踏切で抜けていく構内踏切というものが設置されているところが少なくないんですが、ただこの辺りに関してはそういったものを設置してしまうと列車本数が多いところでは危ないということで、跨線橋ですとか、それから地下通路によって改札やホームが連絡されています。さっき反対方面、砦方面の列車とすれ違いましたが、こんな感じでそれぞれ上下線で線路が独立し1本ずつ用意されているので、こういった途中の駅で反対方面からやってくる列車を待ち合わせる必要はありません。これが本当にありがたいところですよね。列車はまた一つ別の駅に止まりました。こういうところで一つずつ駅に止まっていくことによって、砦市内と守谷市内それぞれでしっかり需要を拾っていくことができるようにしっかり設定されているんだそうです。次の停車駅がまた現れました。この辺りね、各駅停車って言ってるんですけど、かなりこれ駅間が狭くなってるんですよね。1分おき、2分おき、それぐらいにどんどん駅に停車していきます。昔この辺りにこの関東鉄道の線路が敷かれた時、まだ当時は上層鉄道とかいう名前だったかと思いますが、その頃はこんなにたくさん駅はなかったんですが、ただ高度経済成長期、戦後ですね、どんどん宅地開発がなされて東京のベッドタウンとしての機能を強めていった時に、お客さんにもっと使ってもらえる鉄道にしようということで駅を増設して現在のような姿になっているんだそうです。特に歩みの駅とかね、それからさっきの西砦とか新砦とか、そういったなんか新しそうな駅名が結構この守谷までの区間には多いんですが、そういったのはおそらく戦後その高度経済成長期になって増設された駅なんじゃないかなと思います。この並行して走っている道路は国道294号線、千葉県の柏から茨城県、それから福島県を通って最終的に会津若松、白虎隊で有名な城下町ですが、そっちの方までつながっている結構重要な国道です。もちろん国道1号とかね、国道8号みたいな一桁国道と比べるとその重要度は落ちますが、しかしこの辺りになくてはならない道路のうちの一つです。列車はまた一つ駅に到着。ここが多分歩みの駅かな。ホームの屋根が波打っているのが特徴です。またホーム上にエレベーターもあったの、皆さんにも分かっていただけたと思いますが、結構あの駅新しそうでしたよね。また別の駅に到着する手前のところ、ここで謎の S 字カーブが現れます。まず一旦左にゆるーく曲がった後、また右にゆるーく曲がる。またおそらく用地買収ができなかったとか、多分その関係で苦肉の策で少しのカーブを作ってあのような線形が生まれたんじゃないかなと思いますが、普通のカーブって画面の奥に映ってるようなね、緩くてそして長いカーブですけど、あんな感じのなんかちょっとね、定規で線引くのミスったみたいな、ああいうカーブはこういったところでしか見られない、なかなか不思議なカーブだと思います。他のなんか JR とかでああいうカーブ見ないですからね。お、また反対方面から列車がやってきました。クリーニング線画の全面ラッピングがなされています。地方施設あるあるですよね。こういう地方施設の車両っていうのは、その地元企業の宣伝広告の材料として使われることが非常に多く、他にもいろいろな鉄道会社であのような全面ラッピングを施している車両を見ることができます。この茨城県内だと他には鹿島臨海鉄道とかね、あとはひたちなか海浜鉄道なんかもああいうような全面ラッピングの車両がいた気がします。大きな高架橋が上をまたいでいきますが、ここが有名な守谷駅。昔はね、この守谷駅そんなに大きい駅ではなかったんですが、2005年につくばエクスプレスが開業したことにより、この関東鉄道上層線の乗降客数ランキングではそれまでは砦が1位だったのが、この守谷が1位というふうに逆転しました。砦から乗ってきたお客さんも結構いたんですけど、やっぱりつくばエクスプレスから乗り換えてこの守谷から関東鉄道に乗るという人も結構いるみたいですね。そしてこの駅から先はいよいよ快速運転。今までずっと各駅に停車していたこの快速列車のその本領発揮区間となります。この先ずっとね、終点の下館まで通過運転をやるということで、通過する各駅へは守谷始発の普通列車下館行き、それに乗り換えることができます。終点下館までの所要時間は快速と普通列車でそれぞれ15分ほど差が空いており、15分ってなかなかすごいと思いますよ。地方施設の優等列車ってね、普通列車と比べてそんなに所要時間変わんないみたいなこともね、少なくないんですが、この上層線に関してはただ広いどこまでも何もないこの関東平野を突っ切っていくということもありまして、かなり早いです。最高時速90キロということで、北越急行とかね、それから鹿島臨海鉄道とか、そういった超ハイスペックな路線ほどではありませんが、しかしそれでもこんな感じでそれぞれ上下1本ずつ線路が敷かれている伏線区間がこの先三つ街道まで続いていたりするので、そのおかげか分かりませんが、地方施設や第三セクターが運転している優等列車、快速列車の中ではかなり速い部類になるんじゃないかなと思います。実際にどうかっていうのはまた別として、感覚的にはだいぶ速い方だと思いますね。
列車は新守谷駅を通過、二面三線の構造になっていて、特に朝方需要が大きい砦方面に関しては後ろからやってくる列車を待ち合わせることができるような一面二線の構造になっているんですが、ただ一番外側のホームに関しては現在あのように車止めが置かれていて使えないようになっており、また線路も錆びているので現在は実質二面二線の状態になっています。大体こういうところではその使っていない3本目の線路は撤去してしまったりすることが多いんですが、ただ撤去しようにもそれはそれでお金がかかってしまうということで苦肉の策ですよね。あの新守谷駅の3番線に関しては線路は撤去せずに車止めを置いて、はいここ使ってませんからね皆さん気をつけてくださいねアピールだけして、あとは放置プレイを決め込んでいます。あれなんとかならないのかなと思うんですけどね、どうせ使わないんだったら撤去してしまえと思うんですが、あのレールもねずっとほったらかして錆びまくるよりかは剥がしてしまった方がいいと思うんですけど、そういうわけにはいかないんでしょうか。列車はまもなく、この上層線の非常に重要な拠点駅の一つ三津街道に着きます。水街道と書いて三津街道と読む、まあ、なかなか難しい駅だと思うんですが、駅の裏手にはホテルルートインが立地、大体こういう地方都市に行くとね、東横インとかアパホテルとかそれからルートインとか、まあ、大体どれか一つぐらい立ってるもんですけど、この三津街道においては選ばれたのはルートインでした。またこの辺りの地域はもともと三津街道市という名前だったんですが、しかし平成の大合併のタイミングで周辺の市長を巻き込みまして、現在では上層市という名前に改められています。関東鉄道上層線の上層と全く同じ漢字を書きます。あの2015年の鬼怒川が氾濫した時にこの辺り非常に大きな被害を受けたんですが、現在ではそれもだいぶ復活しています。車両基地があり、また乗民さんの詰め所があるということで、この三津街道駅で乗民交代、ここから先はまた別の新しい運転手さんが終点の下館まで乗務されることになります。この三津街道までは結構ねお客さんもたくさん乗っていて、また本数もそれなりにあることから線路は上下それぞれ1本ずつの伏線区間だったんですが、ここから先、まあ、三津街道で多くお客さんが降りていきまして、車内は割と空くようになってきました。空席も目立つようになりました。そんなわけで列車本数も減り、まあ、この時間帯は快速が運転されているので毎時、列車が3本かなあるんですけれども、しかしここから先は普通列車がだいたい1時間に1本から2本ぐらいしか走っていないということで、線路を上下で共用する単線区間になります。三津街道を境にここまで性格が大きく変わる路線というのもなかなかないんじゃないかなと思います。この一つの駅を境に南北で性格が変わる路線、他に僕が知ってるのでは、あの大糸線かな、南小谷を境に北と南で全然性格違いますけど、まああれとかそういうところが有名なんじゃないかなと思います。さっきあの砦駅を出発した時と同じように大きく左カーブ、このカーブも結構急なんですよね。車体がキーキー音を立てて通過していきます。関東平野を走行していくということで、線形はまあすごくいいんですよ。どこまでもまっすぐこの2本のレールが続いていくからね、まあ、すごくかっこいいはかっこいいんですけど、ただ保線の状態はあまり良くないというか、まあ、むしろ悪いぐらいでして結構揺れます。まあ、こういう風にね、あの線路がどこまでもまっすぐ2本平行に走っていきますから、まあ、結構乗り心地良さそうに見えるんですけど、まあ、これはあのカメラの手ぶれ補正がちゃんと機能してるから、こういう風にね乗り心地がいいように全然揺れていないように見えるだけであって、実際はめちゃくちゃ揺れます。ちょっとねあのこれ大丈夫なのか、脱線とかしないかな、それぐらいねあのちょっと心配になってしまうぐらいにはめちゃくちゃ揺れまくるんですけど、まあ、多分大丈夫だろうと思います。これでもし大丈夫じゃなかったら、あのどっかからねあの関東運輸局とかからなんかツッコミが入ると思いますんで、おそらくそれがないということは、まあ、ちゃんと列車が安全に運行できるような範囲でのこのレールの歪みなのかなと思います。こんな感じで線路を上下それぞれ1本共用するタイプの単線区間ですから、下館方面からやってきた列車は、まあ、あっちはね普通列車なので、この快速列車様の通過を待っております。この辺りの駅はこんな感じでね、この下館方面がまっすぐ列車出せるようになってるんで、このまま思いっきりね時速80キロぐらいで通過してもいいんじゃないかなと思うんですが、ただなぜか速度制限がついていてかなりゆっくりの通過になっています。この辺り去年か一昨年ぐらいにね、この上層線の下館からやってくる快速列車に乗った時はもっとものすごい勢いでバーンとかやって通過してたんですけど、なんかそこまでのスピード感は正直言ってないですね。まあ個人的にはどっちかっていうと、なんかここまで見てると下館から快速乗った方が面白いんじゃないかなという気がしてなりません。まあ十分早いんですよ、砦から出発する快速は早いんですけど、ただなんかスピード感があまりないなというのが正直な感想です。列車はまもなく次の列車駅石毛に着きます。この石毛駅一応駅員さんはおりません、無人なんですが、しかしこの快速列車も止まる主要駅、二面三線の構造になっていて、一番外側のホームに関してはおそらく今使われていないんじゃないかなと思います。二面二線で現在では機能しているところですね。この構内踏切があるのが昔ながらの駅という感じがして、個人的には結構好きです。ただこの駅では反対方面からやってくる列車の待ち合わせとかはすぐにありませんでした。このホームの土台のこれ多分大谷石ですかね、栃木県の宇都宮のあたりで取れる大谷石、
軽くて丈夫で硬いんだけれども、しかし加工しやすいという特性を持ったこの大谷石、明治時代から大正、そして戦後ぐらいまで非常にいろいろなところで建設資材として使われてきましたが、現在ではなかなか大谷石をそういった建設資材として使っているところはないんじゃないかな。一般住宅の石塀とかには使われてますけどね、現役バリバリで。さあまた一つ駅を通過していきますが、このまっすぐの線路がこの列車が通る進路で、で反対方面下館からやってきた列車は速度制限がかかるこの分岐側の線路を使っているんですが、その割には遅いと、もうちょっとスピード出してくれよという感じなんですけど、この遅さですよ。もうちょっとね、さっきみたいにブワーってエンジン吹かして走ってくれないかなとか思うんですけど、なんですかねこの遅さは。守谷下館間で普通列車との所要時間の差が15分ぐらいあるって言いましたけど、よくこんなちんたら走ってて15分も所要時間の差が生まれるな、すごいびっくりしますね。列車はまた一つ駅に到着しますが、こちらが下妻です。この下妻を出発すると、次の終点下館まではおよそ16分間ノンストップで、そこまでの間に一気に4駅を通過していきます。この駅に関してもこんな感じで構内踏切が設置されていて、砦方面の列車が発着するホームに向かうにはその構内踏切を通過する必要があります。この下妻は確か下妻市だったかな、そこの中心駅ということで、先ほどの石毛と比べると駅の規模はそれなりに大きいんじゃないかなと思います。しっかり駅員さんもいらっしゃる友人駅です。下妻を出発すると、次の列車駅は終点の下館です。4駅連続で通過し16分間ノンストップ。さすがにね、16分もノンストップで走るんだったら爆走運転してもらわなければ困るわけですが、意外とちゃんとやってくれてますね。もしこれでさっきみたいに速度制限受けて35キロとかでチンタラ走ってたら、さすがにちょっと僕としてもね、なんとかならないのかなと思うんですけど、列車は大宝駅を通過。この駅はいわゆる一線スルー構造となっていて、この駅で列車降下を行わないものに関しては、こういう風にこのまっすぐの線路の方を高速で通過することができるような構造になっています。現状この一線する構造になっている駅はあの大宝駅だけで、それ以外の駅は普通にね、左側走行をちゃんと守らなきゃいけないというかなりめんどくさいことになっておりますので、個人的には大宝駅以外をどんどん一線する化構造にしてほしいなと思わなくはないし、てかめちゃくちゃ思ってるんですけど、なかなかそれも実現しそうにはありませんと思ったら、またしても減速、制限速度は45キロでポイントを通過していきます。こちらが鳥羽野駅というんですが、鳥羽野駅って漢字で書くとこうなるんですね。なかなか読めません。僕も最初は読めませんでした。どう読むんだという感じなんですが、この駅もこんな感じで、左側走行を遵守しなければならない非常にめんどくさい駅です。これ本当なんとかならないんですかね。あの高山本線とか乗るとね、特急飛騨号はあの一線する構造の駅がめちゃくちゃ多いから、すごいぶっ飛ばして110キロとかでポイント通過していくんですけど、これもなんとかならないのかな本当に思います。ぶっちゃけ個人的にこんなね、45キロ制限とか35キロ制限とか駅通過するたんびに引っかかって、それで快速なのとどうなんだという感じなんですけどね。なんか個人的にはね、快速ってなんかもったいないような気がするから、なんか準急ぐらいに名前変えてくれてもいいんじゃないかなと思うんですけど、こういう風にね、途中の駅でも制限65キロなのかな、それでゆっくりと駅を通過していきます。この駅もこんな感じでね、1面じゃないわ、2面3線かの構造になっていて、一番外側のホームは現状こういう風に車の上が置かれていて使用停止状態になっていて、ここで反対方面下館からやってきた列車と交換という形になっているわけですが、ここに関してもこんな感じで合流部分には35キロの速度制限がついています。分岐するところではね、こちらの方が本線側でしたから別にそういった制限はなかったんですが、ここでもまた35キロの速度制限を受けてゆっくり通過していきます。こういうところも運10億円とかかけて工事して移線するのは大変かと思いますが、個人的にはせっかくこんな速い快速列車を運転してくれているのだから、どんどん通過させてほしいなというところではあります。進行方向右側後方には有名な茨城県の名峰筑波山があります。江戸時代の頃から東の筑波、西の富士と呼ばれ、江戸の市民たちに大変に親しまれたこの山、信仰の対象として筑波山神社の御神体として昔から非常に崇められてきた山でした。現在でも麓には筑波山神社があって、多くの登山客で毎年にぎわっています。列車はまた一つ駅を通過していきますが、この駅もね、さっきの大宝駅と同じように、この右側の線路、こっちが砦方面の線路なんですけど、こっちにね、この下館方面の列車を通すことも、まあ一応できるんですよ。ちゃんと信号とか作ればね。ただそういうことはせずに、ちんたら走りながら、もう多分ね、自転車全力で漕いだらこれ追い越せるんじゃないかと思うぐらいのゆっくりのスピードで駅を通過していきます。ホームにお客さんが一人いましたけど、多分次の下館行きの列車を待ってるのかな。この45キロの速度制限を受けながら駅の外へ出ていきます。こんな感じで
この下館方面の快速列車に関しては途中かなり速度制限を厳しく受けますので、まあ、個人的にはこの関東鉄道の快速列車の凄さを体験するのであれば、まあ、どちらかといえばね、もう前にご紹介したあの下館からの快速列車に乗った方がねいいと思います。うん、絶対そっちの方がスピード感に関しては味わえると思いますね。ただ所要時間に関しては上りも下りもそんなに変わりません。この列車は守谷から下館までだいたい46分程度で走破するんですが、これが上りの下館から守谷に向かう快速列車でもおおよそ46分とか47分とかそれぐらいの所要時間で走破することになっています。ですからね、これびっくりしたんですけど、これ所要時間にはこの途中駅での速度制限、あの35キロ制限とか45キロ制限がじれったくてしょうがないみたいな話しましたけどね、あれあんま関係ないんですよね。実はね、個人的にはね、どうせ上りと下りでこんだけ途中でね速度制限とか受けまくってるんだから少しぐらい所要時間も違ってくるんじゃないかとか思っていたんですが、意外とそこでの差がないというのが驚きでした。列車はいよいよ終点の茨城県の筑西市下館に到着です。昔はね下館市という自治体があったんですが、これも先ほどの三街道市が平成の大合併で常総市になったのと同じように、平成の大合併のタイミングで様々な自治体と一緒になって筑西市という新しい自治体が生まれることになりました。市役所は下館の駅前にあって、なんか商業施設の一角を市役所が使っているみたいな、そんな感じだったんじゃないかなと思います。JR 水戸線、それからもともと JR 国鉄の路線だった現在の真岡鉄道と乗り換え、昔つくばエクスプレスができるまではこの下館から東京都心方面へは水戸線で小山に行って、そこから東北新幹線などに乗って東京方面へ向かうというのが一般的だったんですが、現在ではつくばエクスプレスとかいう化け物ができましたからね、この関東鉄道とそのつくばエクスプレスを乗り継いで守谷経由で都心方面へ向かうのがまあセオリーになっているのかなと思います。この駅名表も結構おしゃれですね。コスモスとそれから筑西市のゆるキャラが描かれています。改札口はこんな感じで簡易改札機、まあスイカとかパスポはそこにタッチすればいいんですけど、切符に関しては窓口に見せる必要があります。ちなみにこの、関東鉄道上総線ではスイカとパスポは使えるんですが、それ以外の IC カードは使えません。トイカとかイコカとかそういうの使えないんで注意してくださいね。上総線の発車時刻表がありますが、そこから階段を上って水戸線や真岡鉄道に乗り換えることができます。北口、南口、真岡線乗り換えの改札機にもパスもスイカ必ずもう一度タッチ、まだ改札内ですからね、ちゃんと正しい運賃が引き落とされるようにタッチしてくださいねということで注意喚起のステッカーが貼られていました。またこちらにはさっきご紹介しましたつくばエクスプレスと上総線を乗り継ぐ際に使うことができる割引切符、往復で1000円以上も安くなるわけですからかなりお得だと思います。ということで今回はとにかく飛ばしまくるやたら速い快速列車、関東鉄道上総線の快速列車についてのご紹介でした。今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。